きり吐いたら、うん、その弱かった分をフォローできるというか、はい、その吐くことによって伸びる、はい、あれ溶かすってことはじゃあモップの先みたいなんじゃないんですね。そうですね、今ちょっとブラシを持ってきていただきました。ブラシな、そうなんな、はい、あのトイレ掃除するときの緑のブラシ、うん、あれは思ってました、あれは思ったけど黒板消しみたいな、ほんまや、ちょっとザラザラしてるというか、ほんまや、ブラシちゃうやん、布のみたいな感じやね、これなんや、え、あのモップやと思ってたから私本当に掃除してると、で、なんか掃除することでなんか動くんかなと思ってて、あんまり意味分かってなかったんですけど。黒板消しやな、これ。完全にホワイトボードの黒板消し。形がマシか長方形とこのなんかね。もういろいろサイズがあって、まあ、お好みがあるので、例えば硬さであったりとか、はいはいはい、その大きさであったりとか。選べる。そうですね。あ、ふわふわ。結構ふわふわ。ちなみに、このブラシ1本何本ぐらいするものなんですか？安いのであればもう1万円を切るんですけども、高いのだともう2万近くするものも。はぁー。